毎日暑い日が続きますね。こんな時に身も心も癒してくれるのは冷たいスイーツですよね。ということで今日は周南市に製造所がありますジェラートメーカージェラテリア倉吉さんの製造所にお邪魔しています。お話を伺うのは倉吉のオーナー藤井さんです。藤井さん、今日はよろしくお願いします。お願いします。といってもですね、藤井さん、はい、私たちが今いるこの場所は周南市の旧湘北中学校ですよね。そうですね、はい、こちらでジェラート作られてるんですか。はい、こちらで作っております。お、どんな風に。ですね、廃校になった校舎の家庭科室を利用して作っています、うん、はい、そうなんですね、はい、今使われていない地域の学校を有効活用されていると。そうですね、うん、はい、すごく趣のある場所ですよね。そうですね、はい、ありがとうございます。そして藤井さん、はい、ジェラテリア倉吉さんは今どのように品物を販売されているんでしょうか。ですね、2022年にですね、周南徳山駅前の店舗を閉めて、うん、店舗は宇部市に構えて、あとはネット販売、あとはキッチンカーでの販売を行ってますね、うん、はい、そうですね、よく地元のイベントのマルシェでもこのジェラテリア倉吉さんのですね、はい、横向きのおじさんのロゴマークよく目にします。今ネット販売と、はい、宇部の店舗 とマルシェでいただけると、そういった販路になってらっしゃるんですね。そうですね、はい、はい、ではですね、このジェラートをイメージしてらっしゃるのかなと思う可愛いドット柄の、はい、デザインなんですけれども、まあ、ジェラテリア倉吉さんってどのぐらいの種類のフレーバーがあるんでしょうか。ですね、作ったことのあるフレーバーで言うと100種類以上作ったことありますね、うん、はい、で常時で言うと20種類程度作っております、はい、よりどりみどりのラインナップですね。そうですね、はい、特に人気のフレーバーはどちらでしょうか。特にはですね、朝絞りミルクという本当にシンプルなフレーバーが一番人気になってますね、うんうん、はい、今特に人気があるという朝搾りミルク、こちらはどちらのミルク、牛乳を使ってらっしゃるんでしょうか。そうですね、周南市和田にある私の実家でもある藤井牧場の牛乳を使ってますね、うん、フレッシュでしょうね、はい、そうですね、はい、うん、季節限定のフレーバーというのもあるんでしょうか。はい、春夏秋冬ですね、果物野菜旬のものを使って作ってます、うん、はい、そういったジェラートに使われるフレーバーのフルーツなどはどういったこだわりを持って選ばれているんでしょうか。基本的にはですね、旬のものというところと、うん、あとはそのまま食べて美味しいものももちろんなんですけども、ジェラートにするとさらに美味しいと思ってもらえるものを使ってますね、うん、はい、藤井さんが自信を持って選ばれたものをしっかり使われていらっしゃるんですね。そうですね、はい、うん、今お話を伺っていて、ジェラテリア倉吉さんのジェラートはどうやって作るんだろうとどんどん気になってきたんですけれども、はい、今日はですね、その製造現場見せていただけるということなんですが、はい、よろしいですか。はい、はい、ではご案内を早速お願いします。はい、はい、失礼します。すごいですね、入ってくる前に藤井さん、はい、家庭科室っていう看板があったんですけれども、はい、本当に中学校で作ってらっしゃるんですね。そうですね、はい、今ちょっとちゃんと私給食当番のような素晴らしいです学校に変身して、はい、ではご案内をお願いします。はい、はい、まず藤井さん、すいません、はい、気になるのがですね、このずらっと並んでるショーケースなんですけれども、はい、はい、これ何が入ってるんでしょうか。これはですね、原料であったりとか製品であったりそれぞれ分けて入ってますね、はい、なんかどれかこうパカッと開けてみてもいいですか。そうですね、こちらにしましょうか、うん、選ばれたのはこの箱ですね。よいしょ、オープン。あ、すごい宝箱のようにフルーツがぎっしり詰まってますけれども、これいちごと見てみてもいいですか。はい、はい、いちご、あ、もうこのフローズン状態になってますね。そうですね、はい、これなんだ。あ、ドリアンですか。これは珍しい、パッションフルーツです。あ、失礼いたしました、はい、パッションフルーツ、南国を感じます。これもなんか日頃家庭の冷蔵庫では見ないような。そうですね、それはそれもパッションフルーツなんです。国産の、はい、小笠原のものですね。これ全部この藤井さんがこだわって集められたフルーツがここにぎっしり詰まってるんでしょうか。そうですね、うん、今から試作されるものであったりとかですね、そういったものが入ってます、はい、これたちがこう今後
美味しいアイスクリームの味付けに変身していくと、はい、そうですね、ありがとうございます。この辺りはちょっと見慣れないような、なんか富士山ラボ感がありますね。研究所っぽいタンクが並んでますけども。そうですね。この子たちは何に使われるんでしょう。原料の水液体をですね入れるボトルになりますね。はい、液体、お水ですとか、そうですね、牛乳も含まれますか。そうですね、入ってきます。なるほど、これが大活躍してくれると。で、あちら側にもですね、はい、なんかジェラート作るためには欠かせないんだろうなっていうような、うんうん、本当はメカ感がある、はい、いろんなものが並んでいるんですけれども、はい、でまずちょっとこう、あ、見覚えがあるなと思ったのこの辺り、うんうんうん、なんかこれのうちにもあります、炊飯器なんですけども、はい、まあ、藤井さんやっぱりここもともと家庭科室だったので名残で置いてあるんですかね。そうですね、あの場所にはぴったりなんですけど、はい、そうではなくてですね、あ、ではない、はい、うん、ジェラートにする前にですね、いろんな原料を一次加工という形で加工するんですけど、はい、例えばお米のジェラートを作るときは炊飯器を使うっていうような感じですね、うん、はい、お米を使ったジェラートっていうのもあるんですね。あるんです、はい、じゃあどんな舌触りになるんですか。舌触りはあんま良くないんですけどもちもちした食感で、うん、まあ、お米の旨味が感じれるようなものになってますね、はい、珍しいですね、うん、お米を使ったジェラートもここでは誕生していると、はい、なんかこうジェラート作りっていうと、はい、常にこう温度との戦いのイメージがあるというか、もう冷え冷えの場所で今もすごく涼しいんですけれども作られているんだろうなというイメージがあるんですけど、うんうんうん、熱を入れるようなこういった家電もあるんですね、はい、そうですね。それを言うとこの横にあるのはトースター。そうですね、トースターになります。電子レンジ、よくあるんですね。この辺りも割と日常的に使われるんですか。はい、そうですね、うん、場合場合に分けてですね、いろんなものを使ってますね、うん、いろんな機械を、はい、味付けするフレーバーによって使われるこういったこう機材が変わってくるということですね。そうですね、お客さんの要望に合わせてですね、うん、煮るや風茹でるとかですね、うん、やり方を変えてっていうですね。なんかまさかこうジェラートの製造現場にお邪魔して、はい、煮る茹でる焼くっていう単語を聞くとは思いませんでした。そうですね、ではですね、ちょっとこう奥の方にも行ってみたいと思うんですけれども、はい、今ちょうど攪拌作業というか職人さんがですね、うんうん、ジェラートを作られているところなんですけれども、はい、今はお一人で作られてますね。お色がこちらは何でしょうか。抹茶、お茶、ピスタチオ。これピスタチオですね。ピスタチオ、はい、なんて言うんでしょう、お聞きしてもよかったら牛乳にペーストを混ぜて作られるんですかね。ですね、うちで配合したそのジェラートの元ですね、うん、オリジナルで作ったジェラートの元にピスタチオを今入れている状態です。しっかりもうこの時点でピスタチオだなっていう緑色がついてますね。そうですね、うん、濃厚な味わいが倉吉さんの魅力の一つでもありますけれども、うん、ジェラートの赤ちゃんがこんな風にして生まれてたんですね。そうですね、うん、今夏ってとっても暑いですけれども、暑い時期とちょっとひんやりした冬の時期とで製造の量が1日で違うことってあるんですか。やっぱりですね、その夏場の方が多いは多いんですけど、フレーバーの種類がですね、冬場になるとまた変わってくるっていうようなイメージですかね。うん、言ったものはあんま変わってないですね、美咲ちゃんね。今トクトクトクと職人さんがこのジェラートメーカー専用の機械の中に原料たっぷり入れられましたけれども、うん、私ですね、今この職人さんから1メートルぐらいかな離れてるんですけど、ピスタチオの香ばしい香りがもうふわっと漂ってます。それだけたっぷり原料使われてるってことですね。ですね、うん、僕は音がしてる。実はこれ今1台2台ありますけれども、はい、時間帯とか日によって稼働する台数変わってきますか。そうですね、1回回すことで大体50人分ができるので、この割とこう私の感覚で言うと、はい、こじんまりしているような、そうですね、機材で50人前できるんですか、はい、すごい
いですね。コンパクトながらも性能はバッチリ、うん、これ今こちらは動いてない。こちら今動かしてないですね、うん、なんで藤井さんこちらも、はい、中って測ってみることできますか。これですか。中お人が入ってて、はい、人がこうぐるぐる中で作られてるということですか。そうなんですよ中に誰かが、ええ、じゃあちょっと企業秘密ですかね。そうなんです。ここ開けるとですね、こうなっていて、うん、中のシリンダーがこうぐる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 と回る感じですかね。ドラム式洗濯機みたいですね。そうですね、うん、ここでなんだろう、空気を入れて攪拌させるっていう風に使われるんですか。そうですね、周りからですね、冷気をぐっとその持たせることでここら辺が冷えてくるんです。周りが冷えて中をぐるぐる回すことで、うん、薄い氷の層がたくさんできて、それをだんだんこう集めていってジェラートになっていくっていうイメージですね。そうなんですね、はい、じゃあもうジェラート作りにはこの子が大きな要を担っていると。そうですね、はい、ピスタチオか美味しいんでしょうねあと何分ぐらいでちなみに出来上がるんですか。どれぐらいですかね。15分ぐらいですかね私多分まだいると思うんですよね。そうですよね、なかなか出てこないなこの言葉が出てこないな。それさん今日試食されますか。あ、いいんですか、ええ、すいません、言わせてしまったみたいになってしまって申し訳ないですけど、普段ですね、でも本当にこの出来たての状態のフレッシュなジェラートをいただける機会ってなかなかないので、ちょっと僭越ながら私がしっかりいただいて美味しさをお伝えすることができればなと思います。はい、はい、そうか、カップ詰め用のやつなんですね。うまい。今の藤井さん自らにですね、お給仕していただいて出来上がりました。こちらが今本当に出来たてほやほやのジェラテリア倉吉金星ピスタチオジェラートです。輝いてますね藤井さん。ですね、溶けないうちにいただきます、はい、香りもですね、しっかりピスタチオです。独特のね、ちょっとこうとろっとした粘りもいいですね。いただきます、うん、うーん、柔らかいですね。いつもいただくジェラテリア倉吉さんのジェラートもしっかりぎゅーっと味が詰まっていて美味しいんですけれども、出来たてならではのふわっとした柔らかさが口いっぱいに広がります。ピスタチオの香ばしさが本当に美味しいです。うん、滑らかなピスタチオフレーバー出来たていただきました。藤井さん今日はありがとうございました、はい、しっかり社会見学させてもらいました。専用の機材と職人さんの手作業の共同作業でですね、美味しいジェラートが生まれているこちらの製造所今見てきたんですけれども、ジェラテリア倉吉さんとして今後はどのようにお店を広げていきたいか展望を教えてください。そうですね、倉吉としてはもう創業以来変わらずですね、小さい農家さんのこだわった農産物であったりとか、特産品をですね、使っていろんな人に届けたいというところが変わらず続けていきたいと思っています、はい、今日はですね、藤井さんのジェラート愛がしっかり皆さんにも伝わったかと思います。素材が持つ本来の優しい味わいと職人さんのこだわりがしっかり詰まったジェラテリア倉吉さんのジェラート、ぜひこの夏はジェラテリア倉吉さんのジェラートで涼を取られてみてください。それでは藤井さん、最後に改めて動画をご覧の皆さんに一言お願いできますか。はい、年々ですね、暑い夏がさらに暑くなってきてますが、たくさんいろんなジェラートを用意しておりますので、私たちのジェラートを食べていただいて暑い夏を乗り切っていただきたいです。